日本東京都江東区、豊洲、ゆりかもめから見た豊洲駅周辺豊洲は東京都江東区の町名。現行行政地名は豊洲1丁目から豊洲6丁目。郵便番号は135-0061。セブンイレブン1号店の豊洲店1923年の関東大震災の瓦礫処理で当地及び篠の目などが埋め立てられた。このエリアは 長らく工業地として使われてきた。東京都港湾局専用線の路線網が整備され、貨物列車が行き交う風景が、豊洲の日常であった。1980年代後半までは、IHI などの工場、新東京火力発電所などの他に、各種物流倉庫が立地し、これらの従業員向けの商店、社宅等もあるという状況が続いた。この時代、 日本初のコンビニエンスストアとも言われるセブンイレブン、日本法人の1号店や、当時珍しかったフィットネスクラブが立地していた。天気としては、1988年の有楽町線、豊洲駅開業と産業構造の変化がある。1992年の豊洲センタービルの完成を、川切りに区画整理が本格化し、住宅地や商業地への移行が進んだ。 さらに大規模な高層オフィスビルの建設も進み、日々町の風景が変わっていくという状況が続いた。都心に近いという立地条件の良さもあり、人気の住宅地となった。人口増加に対応して、小学校の新設も行われた。東京ガスの都市ガス製造工場の跡地に、豊洲市場が建設されることになったが、土壌には環境基準を大幅に上回るヒソシアンベンゼンなどの 汚染物質が含まれていることが明らかになった。これは2001年に東京ガスが公表している。2007年10月6日の専門家会議ではさらに環境基準の1000倍にあたる高濃度の有害物質ベンゼンが検出されたと報告された。1000倍の数値を計測した地点はこれまでの調査から高い濃度は予想されていなかった。2018年10月に 卸売市場の一つである、築地市場が閉鎖され、豊洲市場が開場した。江東区深川地域内にあたる。東京都中央区月島、晴海の南方、江東区篠の目、有明の北方、江東区枝川の西方に位置する。全域が埋め立て地である。鉄道の駅は、東京メトロ有楽町線、ゆりかもめの豊洲駅、ゆりかもめの新豊洲駅、 市場前駅が設置されている。幹線道路は晴海通りが通る。大まかに北側と南側のブロックに分けられる。東京湾埋め立て5.67号地。1937年7月、この埋め立て地に町名が付けられる際、将来の発展を願い、豊かな土地になるように、とよしとした。巣は、州ではない。 アーバンドックの羽根橋と水上バス乗り場三井不動産によって開発が行われた外区の商業施設や高層住宅の名前に付けられた愛称である。造船所の遺構が残されており、水上バス乗り場として再利用されている。アーバンドックララポートとよすアーバンドックパークシティとよす1990年代、都心に近い一方で他地域の同水準の物件に比べて、 坪単価が2から3割安かった豊洲では埋め立て地の開発が進んだ。豊洲では2011年までの10年間に7620個もの新築マンションが供給され、駅別に見たランキングでは川崎に次ぐ第2位であった。現在では高級志向を持つファミリー層、富裕層が住むタワーマンション街となっている。住宅地の地価は2017年の工事地価によれば、 豊洲4から11から30の地点で60万円平方メートルとなっている。江東区内で最も地価が高い。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。アーバンドックに関するカテゴリー。ありがとうございます。